皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之と申します。今日はですね、紹介したい商品がございまして、こちらでございます。ウィリアムオプティクスっていう台湾かなの、天体望遠鏡メーカーで作っている微動雲台ですね。ポータブル赤道儀の極軸合わせ、あの高度方位のセッティングをしやすくするっていうアイテムになります。で、以前にですね、こういう動画を紹介してるんですね。ビクセンの極軸微動雲台っていうものを紹介したんですけど、このビクセンの極軸微動雲台、値段も手頃ですごくいいんですけど、今まあコロナの煽りをもろに受けてるみたいで、全然入ってこないんですって。入荷が見通しが立たないということで、結構ね、その動画を見た視聴者さんからずっと入んないんですけど何買えばいいですかとか、どうすればいいですかみたいなお話を聞いてたんですよね。で、いつもね、私が紹介してたのが、こちらのこれケイアステックさんっていうメーカーで作っている、これは旧型の XY50 っていうやつですね。今 XY60 っていうのに変わってるんですけど、この極軸微動雲台を紹介していました。で、それに加えて今回この、ウィリアムオプティクスの極軸微動雲台もいいよってことで今日ご紹介します。赤くてかっこいいですよね、これね。で、今ね、極軸微動雲台不足でポータブル赤道儀で望遠レンズとか乗せて天体写真とか撮りたいっていう人結構いるんですけど、なぜかですね、この極軸微動雲台というこの機材が世の中にですね、圧倒的に不足しているんですね。なので今日はこの第3の候補としてこちらを紹介したいと思います。それでは行ってみましょう。はい、こちらのウィリアムオプティクスのこの微動雲台はですね、正式名称がアルカスイス規格ベースマウントっていうんですね。お値段が 26,180 円でございます。で、今回この機材ですね、天文ハウス富田さんというところからこちら機材をご提供いただいております。天文ハウス富田さんは私が前職のサラリーマン時代の時からですね、非常にお世話になっているお店で、ケイアステックの微動雲台もそうですけど、なかなかこの手の天体撮影用の微動雲台って天体望遠鏡の専門店に行かないとなかなか手に入らないんですよね。じゃあこれ実際につけてみましょうか。うい、三脚の登場です。どーん。この裏側がですね、8分の3インチネジがついてますので、三脚、8分の3インチに対応した三脚であればこのように取り付けることができます。はい、取り付きました。結構いい値段しますけど、でもその分やっぱ作りがいいですよね。すごい頑丈な作りになってます。で、外観をお見せしますと、まずこのロックのこのクランプが2つついてます。で、こう縦と横で動くんですけど、その動きをこうロックして固定するっていうクランプですね。ここにネジが2つついてますね。で、このクランプを緩めて、これクランプ緩めないと動かないですからね。クランプを緩めてこうやると、ネジがこう押し引きするんですよ。で、こう今こう上に向いてます。はい、で反対に回すとこう下を向けるよと。このね、ちょっとずつ動くっていう動きがポータブル赤道儀の極軸合わせでは非常に重要なんですよ。普通の自由雲台とかギア雲台だとなかなかこれは厳しいんですよね。はい、でそして正面から見ましょう。正面から見ると、あ、反射がこうした方がいいかな。はい、正面から見るとここを緩めると、この両サイドのこのネジで、わかりますかね、この左右の微動ができるようになっています。で、ここにですね、はい、ここにメモリがついてますね。このメモリは、北極星の高さのことを北緯と言うんですけども、その撮影場所の北緯にセッティングするときのこの目安になるもんですね。だいたい東京からこう名古屋、大阪、岡山、広島を越えて福岡とか、そのあたりがだいたい北緯33度34度ぐらいなんですよ。
で私の実家の北海道とかは北緯43度、まあ、10度近く違うんですよね。で、沖縄とか石垣島とかが22度だったかな、ちょっとすいません、うる覚えなんですけど、まあ、そのぐらい、北極線の高さに差がありますよという感じ でこういうスタイル、これですね、ビクセンの極軸微動運動と比べるとだいぶ背が低いんですよ。まあ、こういう微動運動のことをこう低緯度微動運動と言います。まあ、ビクセンのタイプはですね、南半球とか行っても、北極のアラスカとかに行っても、まあ、いろんなその北極星の角度に対応できるようにこう可動域が広いですね。なのでこう重心が高く作られているんですけども、まあ、そうじゃなくてこう日本国内で基本的に使いますよという人、大げさに北緯の高いところ低いところに行かないよという人はこういう低緯度スタイルで十分精度が得られるので、こういう腰の低い重心の低いタイプの方を好まれる方が多いかもしれないですね。まあ、基本的なセッティングに関してはこう基本的な動きはもうシンプルなもんで、こうちょっとずつ動かして決まったらこうクランプで固定をバッチリすればもう動かないですよというのが基本的な使い方になります。でこの上の部分ですね、ここがですね、はい、アルカスイス規格になっています。でポラリエ U ね、これ私のポラリエ U ですけど、ポラリエ U のこの部分がほらここがねアルカスイスになってるんですよ。こことこっちもそうなんですけど、アルカスイスになっています。ですのでこの微動運動のこの部分とこのポラリエ U の底の部分はもうぴったりはまるんですね。はい、このような感じでぴったりはまる。でこのネジが1個じゃないのもいいですね。2点止めになってるので、普通のアルカスイスって1点止めじゃないですか。だからこういう2点止めで止められるっていうのも結構安心感がありますね。はい、こういう感じで取り付けられました。はい、こういう感じで取り付けられました。かっこいいですよねこれね。で前の動画でもお話ししましたけど、普通のカメラ用のギア運台はダメよ。成型写真とかそれ用で撮影するのはいいんですけど、例えばこういう感じとかさ、望遠レンズを乗せて撮影をしたいっていうのに時に、普通のギア運台ってギアとギアが絡まってる、こう噛み合ってるだけだから、そこにねこうストッパーっていうのがないんですよ。だから使ってるうちにねグワングワンってなって、キックバックって言ってこうピョンピョン跳ねるような動きが出てきてしまって、まあ挙句の果てには修理っていうことで、まあ私ギア運台めっちゃ壊したんでね、そういうことやって。なのでギア運台は絶対使っちゃダメですよ。こういう専用の微動運台を使うように必ずしてください。私のポラリエはここの部分がこうアルカスイスに変換されてますけども、これクイックリリースクランプセットっていうんですけどね、まあ、これも今ビクセンでなかなか商品が入荷しないということで微動運台と同じく欠品してる状態なんですけど、まあ、通常はここが、運台ベースっていうのがついてますんで、そこに自運台を取り付けるような感じなんですけど、まあ、こういう自運台ね、こういう自運台を取り付けて、さらにこの上にこうカメラを載せると、はい、こういう状態で、あ、画面に収まっていないこちらと分かりやすいですね。はい、成型写真の撮影の時は、まあ、このままで、まあ、大体北に向けるとか、この穴からね北極星を見つけるとか、まあ、そういうセッティングでいいんですけど、望遠撮影をする時とかはこの極軸望遠鏡っていうのが必要になりますので、これで取り付けるんですよ。で、この極軸合わせをするときは、このレンズの先に北極星が入るわけですけども、そこに、まあ、カメラが被らないようにして、こういうふうに覗いて、こう、クリクリっとこう、調整するわけですね。で、この望遠鏡が6倍だから、だいたい300ミリぐらいのレンズになるんですけども、やっぱその焦点距離でこう北極星ただの点を入れるのって、やっぱりねこういう微調整ができないと至難の業なんですけど、私はまあこういう微動運動がついてない状態での極軸合わせは
やりたくないですね。そのぐらい至難の技難しいんですよ。で、さっきも言った通り、上にこんだけ重たいのが乗るからね。しかも、望遠レンズ、乗せるとそこにカウンターウェイトもプラスしたりして、なおかつ、重たい機材を乗せることになりますから、その中でこういう細かい動きをしようとするとやっぱビグンビグンビグンっていうね動きを普通の雲台はしちゃうので、そうならないようにこう両側からストッパーの効くタイプっていうね、こういう微動雲台を使うことが天体撮影では必須に。まあ、至って使い方はシンプルなんですけどね。今日はこの、ウィリアム・オプティクスのこの極軸微動雲台をご紹介いたしました。で、これね、これも結構やっぱり品切れ気味なんですけども、まだね、ちょいちょい入荷してきてるそうです。なので、手に入りやすい状態ではあるんですが、入荷したらね、すぐ売り切れるような感じなんだって。で、概要欄にテモハウス富田さんのこの商品のリンク先を貼っておきますんで、欲しい方はもう今のうちに予約をしておいた方がいいです。入荷してはなくなって、入荷してはなくなっての連続みたいなので、まあ、かっこいいからね、丈夫で実用的だし、かっこいいから、やっぱね、人気あるんですって。だから今のうちに予約をしておくことをおすすめしておきます。というわけで今日は、このウィリアム・オプティクスのアルカスイス規格のベースマウント、まあ低緯度微動雲台ですね、をご紹介いたしました。ピントが合ってない？こうやったらピント合うかな？低緯度微動雲台をご紹介いたしました。はい。なかなかね、コロナ禍でその在庫状況が落ち着かないっていうのはもうしばらく続きそうなので、こういう商品が欲しい方はですね、なるべく早めにこう予約をして、ビクセの微動雲台はですね、まだまだ時間がかかるみたいなんですよね。だから、まあ、こういうね、代替品というか、いい商品他にもありますんで、こちらの方をぜひご利用ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、したっけねー。したっけねー。